みんなで楽しくやりたいところだ。元気にいくでしょ。ライブだとぐるぐる回るやつです。でもぐるぐる回らなくていいです。アコースティックにしました。うちら的にめっちゃ気にしてるよね、中村くん。結構最高っすよ、マジで。そうなんですよ。なんかこれ初めてこういう感じで、いつもドキャーってやって楽しいね、ドキャーって楽しいよねって言ってたけど、新しい世界見えたんで、こういう楽しみ方ってあるんだねみたいな。ちゃんとやってますから。ちゃんとやってます。これはちゃんとやってないのかな、ザ・セイラ。そんなことない、ね、この曲も僕ベース弾いてないこと多いですからね。そうだよね、そうだよ。この曲で初めて楽器を弾いてちゃんとやってますねっていう、長くなっちゃうんで、あのサビでシャララと歌ってますんで、一緒に歌いましょうか。行きましょう。プレイスっていうイベントを、プレイスって知ってますかね。話
プリーズって知ってますか皆さん。ちょっと、あ、拍手も見えるね、ありがとうございます。プレイズってイベントを河原語でやってまして、毎年やってるんですよ。で、そこで本当にたくさんの仲間がプレイズっていう私たちが主催するイベントを助けてくれて、で、今日そのメンツがほぼほぼっていうか、その出てる人たちが70組ぐらい出てるんですけど、今日その人たちがうちらの前にいっぱいライブしてて、なんかいつもここラウンジコンサートやってると、なんかいつも私はプリンス思い出しながら見てて、なんかすごいありがたいなとか、なんかすごいまたあったかい気持ちでこの最後ライブさせてもらうんですけど、なんかまず皆さん本当にいつもありがとうございます本当になんかありがたいなと思って、プリンスずっと思い出しちゃうんですよね、やっぱこの人たち見てると。だから今日お花が呼んでくれて、で、今日またこうやってプレスの人たちがこんなにいてくれて、いつも本当ありがたいなと思うのと、今日谷井さんも言ってたみたいに、日立で面白いことできればって思ってて、私たちもで、今日東京から真央も来てくれたんだけど、日立でライブやるよって言ったらいつも誘ったら来てくれるし、俊君も同級生でずっと地元で一緒に頑張ってくれてる仲間だし、なんかやっぱ日立ってすごい愛のある街だと思うから、こうやってみんなに愛されてて、私ももともと水戸の人間だから、そのずっと私もなんかどうしようもない人間だったけど、日立に来てプレイスと出会ってたくさんの優しさを知った一人です。だからもともとはすごくネガティブで悲しい表現をする人だったけども、でもこうやってたくさんの人の優しさをもらってる限り、私は歌という表現者として愛をと感謝を伝えていける歌うたいになりたいなと思ってます。それはザ・セーラでもセーラでも私個人になったとしても変わらずやっていこうと思います、うん、だから今日最後の曲もこの愛ある街で感謝と愛の歌を歌って今日終わりにしようと思います。どうか皆さんにたくさんの優しさが伝わりますように。セーラでした。今日はどうもありがとう。
ありがとうございました。ではでした。また会いましょう。